いよいよレースが始まります。シグナルに注目。五大ソロックのレースが始まった。どこ？ここでリタイアだ。注目の一周目は誰がトップで戻るのか。この後の展開はどうなるのか。現在トップは4コース。しかし2位以下のマシンも負けていない。レースも残すはあと2周。気の抜けない展開でやってきた。ラスト1周。トップが最終セクションを抜ける。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。